皆さん、こんにちは。学び方改革、週一学習で詰め込まずに合格というタイトルで30分ほどお話をさせていただきたいと思います。担当は、レックスエンニンコースの友次です。どうぞよろしくお願いします。はい。ということでですね、これから、卓研試験に対するガイダンス、やっていきたいと思いますけれども、まず何よりも最初にですね、突然なんですけども、皆さん、問題です。はい。 さあ、皆さん、やればできるというこの言葉、どう思いますかはい。ね、やればできる。これって、真実なんだろうか真実ではないんだろうかどちらだと思いますかこれが、真実ではないというところを、しっかりとまずは、 押さえといていいいたただきたいんです、す何をいきなり言い出すんだっていうふうに思うかもしれませんけれども、そう、やればできるっていうふうに言う、うね、セリフなんですが、これって、まあ、言い方変えてみれば、じゃ例えばでしょ、走れば駅に着く。これって、イエスですか、ノーですかって言ったときに、それはノーだってすぐに言えますよね。 それは何でですかって言ったらば、そう、駅と反対方向に向かって走ったところで、駅にたどり着くことは永遠にないわけですよ。はい。ね。ということになりますので、そう、駅に向かって走れば、それは駅に着くかもしれませんけども、そう、ただ単に何も言わずに、走れば駅に着くっていうふうに言われたら、それはノーだよねって話になるわけです。では、話を戻しましょう。やればできるというふうに言ってるのも、同じのことなんですよ。 そう。これって、やればできるって言っても、その合格を目指して、その正しい方向で努力をすれば、それは確実にできる、というふうに言い切ることはできるでしょうけれども、そう。ね、全然違う方向に努力を積み重ねていったところで、何にもならないよねって話になるわけなんです。そう。つまり、何が大事かって言ったらば、これから皆さん勉強するにあたって、 一番最初に押さえておいていただきたいのは何が正しい学習法なのか、どこに向かって皆さんはこれから勉強していけばいいのか、それがわからないと走り出すことすらできないということなんですね。で、今回そのお話をですね、まあ30分ほどさせていただきたいなというふうに思うわけなんです。さあ、ね、皆さんこれ。 うんこのガイダンスをご覧になっているということは、まあ、達試験気にはなっているということですよね。まあ、受けようかどうか迷っているっていう方もいると思います。まあ、とりあえず受けるということを決めて、まあ、ただそれに対してどうやって勉強していいかわからないので、まあ、とりあえずね、この動画を見てみたっていう方もいらっしゃると思います。まあ、何にせよ、まずは、そう、これから受ける宅見試験ってどういうものなのかっていうところを知らないと何も始まらないわけです。 はい、ということで、えー、レジュメの方をご覧ください。はい、レジュメの方ですね、えー、学び方改革、週1学習で詰め込むずに合格というですね、こちら、えー、レジュメがあります、まあ。お手元にあるという方はですね、お手元の資料を見ながら聞いていただければと思います。えー、手元に資料ないよという方もですね、画面の方に映し出しますので、えー、画面見ながら聞いていただければいいかなというふうに思います。 はい。まずですね、宅検試験って合格率が何ぐらいなのかって皆さんご存知ですかそうです。だいたい毎年15%ぐらいの合格率だというふうに言われています。でね、この数字がそのままダイレクトに抑えられても困るってことなんです。どういうことかそう。合格率が15%ということは、 はい。正解率15%ぐらいの問題まで解けないと合格できないのではないかというふうに思う方がいらっしゃるんですが、それは違うというのをですね、データでお見せしたいと思います。はい。え今、こちら画面上にデータがあります。私一回消えますね。 はい。このデータなんですけども、これは何かというとですね、受験者の正解率で、えー、分けたものです。例えば、受験者のまあ90%から100%、まあ、つまりもう9割ぐらいの人が正解できるっていう問題が50問中何問あったのか、ねえー、8割ぐらいの正解率の問題が何問あったのか、というふうに、えー、正解してる、こうね、正解率の数、 えー、表を作ってみたものでございますが、はい、ここ、網がかかってる部分ありますよね。ちょうど50%のところで網をかけておきましたが、はい、えー、この網がかかってるものに関しては49.9%以下、えー、網がかかってないところは半分以上の人が正解できる問題ということになるんです。この、受験者の半分以上の人が正解できる問題を、 一問たりとも落とさなかったとしたらどうなるのかってことなんです。例えば2023年最新のものですけども、はい、8たす16たす9たす5たす6。つまり、受験者の半分以上の人が正解できる問題を一問も落とさなかったら実は44点取れるんですね。 この年の合格点は36点。ということは確実に合格ラインを超えるということなんです。実はこれ同じことが2022年でも、2021年でも2020年でも2019年でも同じ現象が起こっているということになるわけなんです。そして実はこれ。 昨年度版はですね、まあ、ここ2023がなくて、その代わりここ2018年があったんですけど、も、まあ、要するに毎年スライドして作ってるんですけれども、実はこれ昨年度版も同じことを言ってます。一昨年のものも同じことを言ってます。これ実は毎年同じことを言ってるんですよ。ってことは、そう、一昨年も去年も今年も、そしておそらく来年も。 受験者の半分以上の人が正解できる問題を1問も落とさなければ確実に合格者になれるということなんですね。そう 合格率15%っていう、この数字で、まずは、やっぱりびっくりしてしまって、ね、いや、こういう問題も、やっぱりね、えー、解けるようになっておかないと合格できないんじゃないかっていうような、まあ、誤解が生じるわけです。で、その誤解が生じると何が起こるのかというと、こっちの勉強に集中してしまうわけなんですね。で、こちらの勉強に集中すると何が起こるのかというと、当然のことながら勉強時間が限られてるわけですから、こっちの勉強時間を圧迫してしまうんです。 こちらの勉強時間をちょっと削ってまでこっちの勉強をしてしまうこういう方が実に多いんですね。そうだって考えてみてください皆さん。2023年ね合格率、ね、あごめんなさい正解率50%以上の問題を1問も落とさなければ44点取れるんですけれども実際にじゃあ試験本番で44点取れた人がどれだけいるのかって話なんです。そう ね、だって36点で15ですからねそうほとんどの人はこの44問にたどり着いてないんですよ。とするならばそれは何でですかって話になった時にまあ原因は一つではないとは思いますけどもその理由の一つとしてはここに夢中になってしまうっていうのも あるはずなんですそうここの部分の対策にいやだって過去問に出てるんですから過去問に出てるものはちゃんと全部ね、えー、勉強しておかないとまずいじゃないですかもう一度出たら心配ですよねみたいな感じになってしまってこっちの勉強をおろそかにしてしまうこういう学習をしてしまう方が多いんです。これは先ほど冒頭のセリフで言いますとそうやればできるイエスはノーだと完全にノーなんですよ。そう こっちの勉強をおろそかにしてこっちの勉強に集中してしまう。それは時間がいくらあったとしてもやっぱり合格ラインまでたどり着かない。そして考えてみてください皆さん。そう。こちらの問題は、こちらの問題は多くの人が正解している問題なので優しい問題なはずなんですよ。で、こちらの方はって言ったらほとんどの人が正解してないわけですから難しい問題なはずなんですよね。そうすると優しい問題を1台正解できるようになるのと難しい問題を1台正解できるようになること。ど どちらが時間かかると思いますかそれは当然こっちの方ですよ。そう。時間をかけてかけてかけて、そして結局実にならないっていうですね。こういうことになりかねないわけなんですよ。なので、本当にまず前提条件として押さえておいてほしいのは、難問は解けなくても受かるんです。 そう。この合格率15%ぐらいの試験ですよっていうね、このことがよく言われるわけですよ。そうすると、いやー、やっぱり難関試験ですね、みたいな感じで、やっぱりね、難しいこと、難しいことっていうふうに言ってしまうんですけれども、それはむしろ遠回りというか、むしろ到達点にたどり着かないということになってしまいますので、まず最初にこのことは念頭に置いといてください。はい。それでは次のページに行きたいと思います。 学び方改革、合格のための超速学習ということで、じゃあどうやって勉強していけばいいのかっていう話ですよね。まあ、先ほどね、方向性は分かった。なるほど、基本をちゃんとね、固めていくっていう勉強すればいいのか。えー、それは分かったと。じゃあね、えー、合格のためのね、学習としてどういうことが必要なのか。 はい。いきますよ。学び方改革合格の鉄則1番目。今年絶対に合格すると決意をしましょう。ということですね。これね、来年でいいやって言ってたらいつまでたっても本気になれないんです。で、特に直前期なんです。直前期が怖いんです。いや、今はね、えー、こうね、よし、やろうかな。まあ、やるからにはね、えー、短期で何とかしたいよっていうふうに思うでしょうから、ね、えー、まあ、なかなか今はね、そうね、今年絶対合格すると決意してくださいね、みたいな感じで、いちいち言わなくても、まあまあ、そうだよね。 みたいな感じで言ってくれるんですけども、試験が近くなると、なんか全然仕上がってないし、来年でいいかなみたいな感じの気持ちが芽生えてしまうんですね。で、これが一番まずいんです。なんでかって言ったらば、直前期が一番伸びるんです。で、この一番伸びる時期に失速してしまうんですね。来年でいいやっていうふうに言ってしまったらは。そう。これは、やっぱり避けなければいけない。で、これを避けるためにはどうするのか、つら 今の段階で、始める段階で、ちゃんと決意をしておくことなんです。そうすると、直前期に、今年受かるって、決意して始めたっていう、自分を裏切ることになってしまう。そう、これがやっぱりね、そう、来年でいいやっていうふうに思わなくなるようなストッパーとして使えるんですよ。なので、やっぱり最初の段階でこういう決意をするっていうのは大事です。そして、二つ目、なるべく早く学習を始めるというふうにあります。 宅研試験合格には約300時間必要だというふうに言われています。まあこの数字がね、まあ、どれぐらいの信憑性があるのかって話ですけれども、まあ一応目安としてね、まあ平均300時間程度じゃないかというふうに言われているわけでございますが、考えてみてください、皆さん。さあ、あと10ヶ月ありますというふうになってくると300日あるわけですね。300日あれば、300時間というのは1日1時間費やせば、 達成できる数字ですでも実はこれがね、うん、先延ばし先延ばしになってって100日前に始めますどうなりますかそうです1日3時間勉強時間を費やさないといけないってことになるわけですねつまり始めるのが遅ければ遅いほど1日の勉強時間を増やしていかなければいけないということになるわけなんですでよくね 先生、どのくらい前から始めれば間に合いますかねみたいな感じでよく言われるんですけども、それは、まあこの300時間なら300時間という時間を達成するために、1日どのぐらいの時間を勉強に費やせるのか、それってやっぱり人それぞれだと思うんですよね。当然のことながら勉強だけやってるってわけではないわけです。当然。 学校があるって方もいます。会社があるって方もいます。ね、家事、育児をしなければいけないという方もいらっしゃいます。いろんな状況があって、その ね、日常の生活をする中で勉強時間も確保していかなければいけない。じゃあその勉強時間がどのぐらい確保できるのって話です。1日3時間確保できるよっていう確証があるのであれば、100日前ぐらいから勉強しても、まあそれは間に合うんじゃないんですかって話ですけども、例えばもう本当に1日1時間しか費やせないんだっていうような状況だったら、それはもう、えー、ね、1日も早く始めるしかないよねって話になってくるわけですよね。なので、まあ、どのぐらい前からやればいいですか っていうのは本当になかなかか答えにくい質問ですただしいいですかこれいつ見てるのかは分かりませんがこれ実は収録してるのがまあ12月なんですよ。今これ収録してるのがね。ええ、あのはっきり言わせてもらいません、ね。この収録の時点でもう勉強始めてる人がいます。はい。事実います。はい。まあ、レックの講座もまあスタートするものがありますからね。はい。ということになりますのでその人はもう勉強を始めてるんですよ。 はい、ということになりますのでそう。 ね、その人からもう遅れを取ってること自体は間違いないわけですから、そう、一日も早く始めるしかないですよね。っていう、そういうお話です。だから、早くは学習を始めれば始めるほど、まあ、間に合う確率が上がっていくわけですからね。で、実際に、じゃあ、あなたが何時間の勉強を必要としていて、そして、実際の箇所分時間が何時間あってっていうのって、最終的に結果が出ないとわからないわけじゃないですか。そう、結果ね、えあ400時間費やした、それで受かったって言うんだったら、あ、私は400時間、 時間間費やせば受かる人だだったんだなそう、これがわかるのって合格証を手に入れたとき、そう、つまり結果が出たときにしかわからないわけです。先ほども言いました通り、ま、う、あ、ん、これね、あくまで平均値って話をしましたんでね。ということは、やっぱりなるべく早く学習を始めて、で、一日になるべく多くの勉強時間を確保できるように、まあ時間調整をしていくっていうのが、やっぱり大事になってくるわけです。それから3番目。 暗記と理解のバランスを保って学習することが大事です。これね、本当によく言われるんです。先生、暗記と理解ってどっちが大事ですかって。はい。答えはどちらも大事です。これ、暗記だけでもダメですし、理解だけでもダメなんですよ。はい。これがもう、 なんていうんですかね、もう自転車の前輪と後輪みたいなもんですよ。両方回ってるから初めて前に進める。こういうイメージを持っといてください。でね、これ本当に気をつけてほしいのが何かって言ったら、みんな偏るんです、この学習が。はい。もう勉強失敗してる人の多くは、ここで偏りがあるということなんです。だいたいまあまあ、全部が全部とは言いませんが、うー、なんていうんですかね、独学でやってる方って結構暗記に偏りがちです。 はい。えー、もうよくわかんないけど、まあ、これを覚えれば点数になるんでしょみたいな感じで、えー、もう暗記暗記暗記でやろうとしています。はい。残念ながら、それでは成果が出ません。逆に、あの、スクールに通ってる人って理解 返帳主義に陥る場合が多いんですよ、ね、そう、何がって言ったらば、そう、ね、きちんと理解する学習が正しい学習であって、私はその正しい学習をやっているので、ね、えー、何も問題はないのであみたいな感じで、暗記、暗記なんてそんなものは必要ない。考えれば答えは出るんだとかね、えー、やっぱり言い始めちゃうんですよ。 これもやっぱりまずいんですよね。そう、暗記と理解は本当に、えー、ね、両方回って初めて前に進めるっていうのはしっかりと押さえておいてください。それから、ね、4番は先ほども言いました通り、基礎をしっかり身につける。ね、重要ですよねっていうことは先ほど述べた通りです。それから5番。 範囲を広げすぎず、主捨選択をする。そう。当然のことながら、やっぱり範囲が広いって言っても、その範囲全部を勉強するっていうのは、なかなか難しいです。当然のことながら、その中でよく出てくるところに絞り込んで勉強するしかないんですね。だって民法だけでも1000条以上あるんですよ。え、ね、それ最初から最後まで全部やりますかって話になるわけです。で、その民法に対してもですね、ね、卓試験ではまあ、全部で10問ぐらい出るわけですよ。で、10問ぐらい出るんですけども、そう、1条あるんだけど、10問 ぐらいですよ、ええね、全部やりますかって話になるわけです。もちろん。 ね、全部が範囲である以上、ね、え全部やっとくのが、まあ、ベストといえばベストですけども、それやるだけで1年通過し、あの、かかりますよって話です。なんたらば、まあ、ここはよく出るよね、ここは出ないよねっていうところはちゃんと見極めて、そこの出てくるところをしっかり抑える必要があるよねっていう、そういうお話です。すべてを完璧に1年で間に合いませんって書いてありますけども、1年とか2年でも間に合いませんよ。えー、ということになりますので、はい。範囲は広げすぎないということです。それから6番。 継続は力なりということで。まあ当たり前ですよね。1日だけやる気出してもしょうがないわけですから。そのやる気は持続させていかなければいけないわけです。やる気になるのは簡単なんです。でも、そのやる気をね、継続させるっていうのがめちゃくちゃ難しいんですね。 はい。ですので、ここをしっかり押さえておいてくださいってことになるわけです。さあ、皆さんこれ聞いてどう思いましたかうん。なんか、タイトルに学び方改革って書いてある割に、なんか、当たり前のことしか書いてないですよねっていうふうに思った方が多いと思います。そうなんです。実は、当たり前をほとんどの人ができてないんです。はい。ほとんどの人が当たり前をできていないから、成果に 結びつかないんですそう、これは頭では分かってるって人多いんですじゃあこの通りの努力をやってるんですかって言ったらほとんどの人がやってないんですよねそうここがやっぱりポイントになってくるんですなのであえて学び方改革という風に言っときましたそうです当たり前に戻ってきてくださいはい、これが当たり前だと思ってる皆さんにそうね当たり前の勉強をちゃんとやってくださいと いうふうに、もう声を大にして言いたい。ということなんです。そう、ほとんどの受験生、この鉄則を守れない。もう特に守れないのが、特に守れないのが3番。はい。えー、それから4番。それから5番。345です。はい。特に守れないのが。 はい。まあ、さっきも言いましたよねえ。いや、だって過去問に出てますから、みたいなね。こと言い始めたりとかですね,ねえ。半分の人ができる問題をね、正解できれば受かるよって言ってるにもかかわらず嫌だっていうとかね。えねえいざとなったらよくわかんないけど暗記しちゃえとかねえ。いやいや、まあ理解してるから暗記はいらないよねとか、まあ、勘弁してくださいよっていうね、そういう状況になってしまうわけですよ。え特に345はもう声を大にして言いたいっていうね。まあ、そういうところでございます。はい。でですね。これ。 こっち下に書いてあるんですけども、下に書いてあるんですけども、ごめんなさい。我々がサポートできるものとできないものがこの中にあるんです。はい。我々は3番、4番、5番、6番についてはサポートできます。皆さんと一緒にね学習して、皆さんの勉強が軌道からそれないように、きちんとまあね軌道修正もできます。3から6はできます。1と2は皆さんがやっていただくしかないんです。 1>, 1と2は我々にはもうどうしようもないところなんで、そう、この1番と2番をまずしっかりとね、認識した上で、まああとはもうお任せくださいというふうに言えるわけですけども、そう、逆に言えばもうお任せくださいって言えるのはここだけなんですよ。はい。そういう意味で3、4、5、6なりなんですよ。1、2は無理なんです。はい。ということなんで、まずもう本当に1、には皆さんにお願いしたいというところになります。では次です。3ページ目行きましょう。 はい。過去問徹底的にっていう風に書いてあります。はい。ね、過去問って二度と出ない試験問題でしょっていう風に言う人もいるんですけども、そうではないですっていうことで、ちょっとですね、まあ、 見本として、えー、こちらご用意させていただきました。これ2019年の問題です。えー、こちら2008年の問題です。まあ別に、あの、ここは、あの、問題を解く場所ではないので、別にこの問題の解説とかはしませんが、考えてみてください。これ、見てください。講師が所有する。講師が所有する。市外化調整市外化調整1万2000。1万2000。うん。えー、宅建業者が購入する。宅建業者が購入する。事後届けでって行うの事後届けでって行うのうん。同じ問題ですね、これ。そう。で、同じだってバレないように、あの、 ちちょいちょいい言葉の,あの節々変えてるだけですね,これね、はい、ということになりますのでそう2019年の問題はこの2008年の問題をやっていれば確実に正解できるというもなんなつまり言い回しの若干の違いはあっても同じことが何度も何度も繰り返し出題されているわけです、はいまあ、これは結構極端な例ですけれども過去問自体は繰り返して出題されます はい。で、えー、過去問の焼き直しの問題が多ければ合格点って高くなるんですよ。で、過去問の焼き直しの問題が少ないと合格点下がるんですね。で、最初のね、えー、ページにありました通り、合格点って年によって違うんですよ。35点が合格点の時もあれば38点が合格点の時もある。ね。なんでこうやってずれるんですかって言ったらば、実は過去問の焼き直しの問題がどのぐらいあるかによるんですよ。 はいえー、で、過去問の焼き直しの問題であればあるほどあの上になる確率が高いんですね。つまり、みんなが解ける問題が多いっていうのは、イコール過去問の焼き直しの問題が多いんです、はい。そうなると合格点は高くなるし、今年はなんか過去問の焼き直し少ないねと、えー、なんか新ネタが多かったねってなると、大体合格点が下がってくるっていうね。こういう ま、傾向はあります。なので、みんな過去問はやり込んでいるっていう、もう一つの証拠になりますんでね。はい。じゃあ、過去問だけやればいいのって言うと、実はそうでもないんです。はい。こちらもですね、2019年の問題なんですけども、これ、えー、出された問題です。まあ、繰り返しますけど、別にあの、この問題を答えるかどうかの、あの、趣旨のものではないので、別に問題の解説はしませんが、この問題なんですけども、実は、 過去20年、一回も出たことはありません。まあ、過去20年というかもう30年くらい渡っても出たことなかったかな。えー、もう平成になって一回も出てないっていうね。で、その時にもう令和になって、えー、もうね、ポーンといきなり出てきたっていうね。えー、もう全然出てなかった問題じゃんって思っても、実はこの問題正解率87.1%なんですよ。そう。つまり、 さっきで言うならば、そう、87.1%ということは、そうです。ここに当たるもんですから、そう、ここに当たるもんですから、はい、解けなければいけない問題ってことになりますよね。そう。ええ過去問で一回も出てないんでしょ。そうなんです。過去問で一回も出てないんだけども、正解率は高い。なんでって話です。はい。実は理由はほとんどすべての卓見の基本書にこの内容を掲載されています。 はい、まあこの内容が掲載されていないテキストの方が少ないだろうねっていうぐらいにどのテキスト見ても載ってますよってことです。ね。まああの一例としてねはいまあ,あの私が執筆いたしました「たっ士合格の取説という本からちょっと持ってきましたけどもまあ別にあのトリ説じゃなくても他の本もまあ大体載ってますよっていう形です。この知識があれば解けるよねっていうそういう問題だったんですね。はい、つまり 過去問だけやればいいってものでもないわけですはい。じゃあね、えー、そういうところはどうやって見極めていけばいいのか そういうところで、まあ、我々、ええー、ね、まあ、講師の出番だよっていうことになるわけです。まあ、もちろんね、そのテキストの出番でもありますけどもね、その、基本テキストっていうものって、まあ、あとはもう、我々が提供する講義っていうものって、そういう過去問に出たもの、あとは、ね、過去問に出てはいないけれども、まあ、出たら正解率が上がりそうなものっていうものを中心に、えー、テキストは執筆をしますし、講義はお話をします。えー、ですので、やっぱりそこら辺の、 ね、基本テキストとかあとはまあ講義とかそういったものを利用していただくっていうのがやっぱりベストだよねっていうそういうお話になってきます。 でまあ、最後のページは宣伝といえば宣伝でございますよ。はい。レクック・タ健康座で2024年試験突破というふうに書いてあります。でね、まあ、今回、あの、タイトルにね、週1学習で詰め込まずに合格というふうにえあります通り、まあ、ちょっと週1完成合格フルコースというですね、このコースのね、えー、ちょっと紹介という形をさせていただきたいと思いますけども、これ、週1完成合格フルコース、これね、えー、まあ、生講座は新宿エルタワー本校のみ、 で、えー、まあ、私が担当しております。はい。で、えー、WebDVD もありますので、まあ、新宿遠いよっていう方はですね、Web や DVD で受講していただくという形になりますけども、まあ、これも、あの、担当は、えー、全部私がやっております。はい。えー、この、週一完成、フルコース、どこが違うんだインプット講義が普通の講座の半分です。これなんですけども、これは結構でかいんですよ。 レッドの期間講座ではスーパー合格講座という講座があるんですけど、これ全部で34回あります。それに対して、週1完成合格フルコースの基礎力養成コンプリート合格講座、まあ、つまり、スーパー合格講座に相当するね、えー、インプットの講座は、なんと、全部で18回、という風になっています。ということで。そう、わかります約半分です。はい。半分で終わるってことなんです。これ、メリットはあって言ったらば、全体像を早い時間で掴める、ということになります。でも、それだけじゃないんですよ。 これインプットの講座が短いのは、実は威力を発揮するのは直前期です。直前期に、ちょっと混乱しちゃったらもう一回講義聞き直そうって言った時に、そう、短時間で見直すことができるんですね。これがやっぱりでかいです。 はい、ですのでまあ結構ね毎年あの直前期にねえちょっと苦手な分野だけでもう一回インプットの講義、ね、倍速かなんかで聞きましたみたいなね方もいらっしゃいます。えまあ田辺さんねあの短い時間のものですからそれを倍速になるとさらにねえ短い時間で、ね、確認ができるわけです。なので直前期結構メリットに感じたって方が多いですね。 はい。えー、ということになります。で、やっぱりあの、このインプットの時間が短くなってくると、それだけやっぱりね、問題演習に費やせる時間が増えていくんですよ。やっぱここが強いです。あの、インプットをずっとやってってっていう風になってって、結局問題演習をしないって方が多いんですよ。で、なんで問題演習しないんですかって言ったら、いや、インプットの講義聞くだけでも時間がかかりまくっちゃって、もう、いやいや、問題演習まで手が回らないですよ。いいえ、過去問をやらないのはまずいですっていう話になるので、やっぱりインプットをサクッ と終わらせて、過去問にポッといけるっていうのは、やっぱり強いので、そういう意味でですね、はい。このインプット講義が通常講座の半分で終わるっていうのは、まあメリットですっていう感じです。で、これがなんで可能なのか、そう。ね。半分になるってことは、それはあれですかえ、めちゃくちゃ講義スピードが速い。それはついていけるかどうかわからない。ここが、 一つ週一完成コースのポイントなんです何かというと先ほどもちょろっと喋りました卓研士合格の取説というテキストを使っていきますこのテキストが本当に基本集中のテキストなんで本当にね、えー、何かどうやって時間短縮を図るのかそうです、えー、ここを一切切り捨てればいい ただそれだそうけですそう、えー、心配だからここまで喋ろうみたいな感じだと、まあ、結構時間かかるんですけどもこの網がかかってるとかあもうどうでもいい、えー、ここをちゃんと取れるように、えーね、やっておきましょうって言ったのもそう。こっちの、ね、下半分全部バッサリ切り捨てられますのでその分だけ時間が、えー、浮くとそういう感じですはい。ですのであのついてこれないんじゃないかなみたいなそういうことを考える必要はそんなにないと思いますそういう意味でね はい。で、それから2番目。先ほども言いました通り、アウトプット大事なんです。これを同時並行でやっていきます。通学は週1回。まあ、w e d v d もね、えー、まあ、あの、週1回のペースで見終わればいけるっていう感じになりますけれども、これとね、ね、えー、通信 WebDVD での提供での過去問セレクト300これ講座っていうのがあります。これ、同時並行で進めていきます。 はい同時並行でしかもなんとこの合格の伝説するというものですあのすであ実はね、えー、実はなんですけど過去問集の全問解説講座が備わってるコースって他のスクール含めても、まあ、レックもそうだし他のスクールを含めてもあまり見かけません。 え、あの、大体、こう、ね、あの、過去文集が大体、こう、ついてきた場合、この過去文集は、ま、各自、ここの問いをやっといてくださいね、で終わっちゃう場合が多いんですよ。はい。まあ、レックもそうですタノスクールも大体そうだし、っていう形になるんで、えー、それをね、全部の問題の解説つけてるっていうのは、本当になかなか見かけません。はい。っていうことになりますので、ね、自分でやっといて、じゃなくて、一緒に解いていこうっていうスタンスで、やっていく講座になります。はい。それからですね、ポイント3つ目。直前期は、 レックの期間講座であるプレミアム合格フルコースと同じ直前講座を受けていただきます。これ何を意味しているかわかりますかそうですえ。同じ講座を受けるってことは同じ講座を受けられる学力にまでガッと伸ばしていかないと同じ講座を受けられませんよね。ということなので、そうです。最終目標はプレミアム合格フルコースで勉強している人と同じラインまでたどり着かせること。 ということになります。ですので、こういうメリットがいっぱいある講座が、週1完成合格フルコースというものですので、まあ、ぜひね、こちらの方も検討いただければというふうに思います。で、最後です。自分の未来を変えようということで、はい。ま、卓剣試験合格することによって、人生が変わっていきます。まあ、もちろんその、どう変わるか、そしてどのレベルで変わっていくのかっていうのは人それぞれです。 ね。まあ、これで就職決まったっていう方もいます。独立会議をするっていう人もいます。あとは、ね、何もね、えー、やり遂げたことがなかったんだけど、初めて、達見の合格というね、合格証を手に入れることができて、これで自分に対する自信ができました。じゃあ この自信をね、糧にして次にチャレンジしていきますっていう次へのチャレンジの糧にするって方もいます。そう。この人生の変わり方は人によってそれぞれです。はい、えー。ですので、まあそこら辺がね、どう変わるのかっていうのはそれぞれですけども、やっぱりこの合格は何かを変える、そういうきっかけになるはずです。ですので、その合格で人生を変えるためのきっかけとなる、そう。このスタートを今日、始めてみませんか ということです。ですので、今日ね、決意したというのであれば、もう今日からね、卓研合格に向けて動き出してみてください。 とということで、それではですね、えー、30分ほどの短い時間ではございましたけれども、ガイダンスの方を終了させていただきたいと思います。次はね、えー、こちら、週1完成合格フルコースの講義のところで、まあ、生の新宿エルタワー本校、もしくは、えー、全国の皆さんは WebDVD の方でお目にかかるのを楽しみにしております。それではですね、えー、30分ほどではございましたけれども、はい、えー、ガイダンスの方を終了させていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。